ばんは、小麦です。皆さん週末はいかがお過ごしでしたか？私はね、今中国に行く準備に追われてまして、お家の中段ボールだらけで生活をしております。しばらくね、日本の山登れないから、あと1回くらい本当は行きたいとこなんだけど、ちょっと行けないかもなって感じで、今ね気になってる山が愛知県の西尾にある山で、茶臼山っていう山があるんですけど、ジャンダルムのね天使を真似した看板が道中にあるらしくって、で西尾のジャンダルムって呼ばれてて、本当ね、本当に本物のねジャンダルムは怖くて行けないんでね、西尾の天使に会いに行ってみたいんですよね。標高はね、なんと222メートルって言って、もうめちゃくちゃ低い山なんですけど、本当にジャンダルム感があるのかどうか検証しに行ってみたいんですよね。はい、今回のラジオのテーマはですね、登山サークルって実際どうなのってことをゆるーくお話ししていきたいと思います。まずね、サークルってどこで見つけてる人が多いのって思う人いると思うんですけど、私はね、ヤマップの掲示板か、それかスポーツやろうよっていうスポーツサークル専門の掲示板があるんですけど、そこでサークルを見つけてました。実際どんなサークルがあるのかっていう話をね、私の知ってる範囲でお話ししますね。結構ね、初心者サークルっていうものが一番多いような気がしてます。まあね、中級者以上になってくると、もうすでにね一緒に登る友達とか仲間がいたりするので、まあ、サークル入りたいって思ってる人はやっぱ初心者さんが多いのかなと思います。もちろん中級サークルも探せばいくらでもあるんですけどね。あとはね、サークルによって雰囲気が全然違って、結構ここは婚活サークルなのかなって思うような、出会いの場と化してるようなサークルもあれば、純粋に山登りをしていきましょうみたいなサークルもあったりします。まあ、サークルリーダーがどういうサークルを作りたいのかっていう思いが結構反映されているような感じはありますね。私はね、今まで5つぐらい登山サークルに入ってたことがあります。なんでそんなにもたくさん入ってたかっていうとですね、まあ同時に5つ入ったわけじゃなくて、まあその点々とというか、まあ、結構ね登山サークルってすぐなくなっちゃったりするんですよね。でね、なんでかっていうと、グループ登山ってどっかで車乗り合わせて、みんなで足並み揃えて登って、困ったことがあったら助け合ってっていう究極の集団行動なんですよね。でだから本当に気が合わないと難しいし、体力レベルとか技術レベルとか人によって違うから、あんまりそこに差がありすぎるとね、どっちも辛い思いをするんですよね。でどっちかにねペースを合わせないといけないんで、やっぱりね、で体力がない人は体力がある人に合わせて無理して登るか、体力がある人が体力ない人に合わせてゆっくり登るかになるんですよね。私はどっちの立場にもなったことがあるんですけど、これ結構ねどっちの立場も辛いんですよね。辛いものがあって、だからね、だんだんね体力技術レベルが似てる人とばっかり登るようになっていくんですよね。もちろん初めはレベルが違ったけど、どんどんステップアップしていって登れるようになってっていう人ももちろん中にはいるんですけど、あとはね、登山への熱量も人それぞれで、週一で登りたい人もいれば月に1回でいいやって人とか、3ヶ月に1回、年に1回みたいな人も中にはいるんですよね。でそれでやっぱよく参加する人と全然参加しない人とって分かれるんです。やっぱりよく参加する人はよく参加する人同士と仲良くなって、全然参加しない人が参加してもなんかちょっとアウェーみたいな感じになっちゃって、
もうね、仲良くなった人たちはサークル内での企画に参加せずにね、気の合う人たち同士で登るようになっていって、で誰も企画をあげなくなって解散しちゃうみたいなパターン結構あるんですよね。まあ大体ね、こういう問題ほとんどの登山サークルが持ってる問題なんじゃないかなって思います。あとね、登山サークルって結構恋愛関係でこじれてってこともありますね。登山サークルによりけりなんですけど、まあ、年代が結構制限されてるとこが多いので、結構ね、近い年代の男女が集まってくるわけですよ。まあ、そうすると自然にね、恋愛関係に発展してったりするんですよね。まあこじれずにうまくいけばいいんですけど、まあこじれるってことの中にはあるんでね、そういったたこともサークルが長く続かないって理由の一つだと思います。まあ、今ね、登山サークルのデメリットみたいなところを話してたと思うんですけど、まあ、だからって登山サークルがダメってことを言いたいんじゃなくてですね、自分に合った登山サークルに入ることが一番だと私は思ってて、グループ登山をするってね、確かに大変なこともあるんだけど、たわいもない話をしながら山に登って、一緒に景色を見て、美味しいご飯食べてってことができる仲間ってね、本当に貴重な存在だしね、やっぱ一緒に登っててね、すごく楽しいです。いろんな楽しいことや辛いことを登山を経て共感していくうちにね、本音で語り合っていくような関係になっていくんですよね。社会人になってからそういうね、相手を作ることってなかなか難しいと思うし、すごく貴重な関係になれると思います。だからね、気の合う登山仲間を見つけるのには、登山サークルって本当にいいきっかけになると思うし、登山サークル気になるよって人は、ぜひ自分に合いそうなサークルを探して入ってみるといいのではないでしょうか。まあただね、中には、登山計画全然しないでね、勢いで行ってみようみたいな適当なところもあるしね、全然山のこと調べずに行って入山禁止の山に登っちゃったりとか、そういうサークルもあったりするんでね、あとはスニーカーで全然行ける行けるとか言ってアルプス行っちゃったりとか、ちょっとね、見ててヒヤヒヤするようなサークルも中にはあるので、そのあたりはしっかり見極めていって、登山ってね、やっぱ命に関わる趣味なので、しっかりした登山サークルを選んでいった方がいいと思います。はい、登山サークルについてのお話は以上になります。次回の、ゆる登山ラジオは、登山と恋愛の話をしていきたいと思います。私自身ね、登山サークルで知り合った方と結婚したっていうのもあるので、登山サークルでの恋愛の話だったり、山好きの恋愛ってどんな感じなのみたいな内容をお話ししていけたらいいなと思いますので、よければ聞いてみてください。それでは皆さん、お疲れさんでした。おやすみなさい。